背景動画を見てくださっている皆様、ご無沙汰しております。こんにちは。管理人のラフです。暑いですね。全国的に。災害的猛暑です。こんなに8月が暑かったら、12月はどうなってしまうんでしょう。は、開始数秒で滑ってしまいました。すみません。父が言ってたのを真似てしまいました。ごめんなさい。少しは気温が下がったかと思われます。こんな、私の行動は腹立つのりですね。前回の動画のコメントくださった方々ありがとうございます。なので、今回はまた近い角度のものを作りました。コメントにもありました、説明不足さんというチャンネルを見てみました。正直、かなりはしょってるので、苦笑いしてしまいました。ただ、言葉で言うだけだと、証拠がない、エビデンスがない、石丸が悪い、信者は頭がやばい、宗教が絡んでる、などなど誹謗中傷がありそうなので、大変申し訳ないんですが、私は全否定します。ありがたいことに、秋田方市の議会動画はまだ残ってます。実際に、検証してみて、視聴者さんの目で、刮目してもらえたらと思います。では、今回は、宿敵、山本和弘議員との新しくトンネルが、できることに関しての戦いの一部です。左側が切り取りなし、右側が説明不足さんです。行ってみよう。訪れにご注意ください。ゲーム戦の任意協議会について、ご質問していきます。昨日、同僚議員が、ゲーム戦の任意協議会の参加にわたって、質問をいたしましたが、私はその参加にあたり、中身についてですね、参加する市の姿勢についてお伺いしていきたいというふうに思います。ちょっと全文を書いておりますので、ちょっとそこを読み上げていきたいと思います。2月に入り、芸備線の広島三好間を対象に、沿線3市と国県および JR 西日本とで任意の協議会を設立することになったと報道がありました。利便性の向上や街づくりに、鉄路を生かす方策を考えるとありました。そこで次のことについて、質問をいたします。まず括弧1ですが、協議の中では、各市利用促進策の取り組みが出てくると思います。取りましても来年中に供用開始を目指している高規格道路の吉田向井間のトンネルが開通すれば、向井駅を利用した市の施策が重要な課題になると思います。本市の施策は国や県の支持を得る上でも、参加にあたりこのことを踏まえた具体的な案を示す必要があると思いますが、市長の協議会参加にあたっての考えをお伺いいたします。ただいまの質問に対し答弁を求めます。以上、石丸市長。まず昨日もお伝えしたところですが、改めて分かってない方が多いようなのでお伝えをしておきます。すでに出ている質問に対してはそれ以上の答弁を行いません。行う必要がないからです。市民の代表代弁者としてここに来て立っている以上、その責任に見合う内容の質問が当然求められます。これまでと違う質問であるんであれば、昨日の秋田議員のような質問の仕方をされるべきです。それができてない以上、執行部はそれ以上の答弁が行えません。今朝の中国新聞のまとめに辟易としたんですが、議長が答弁になってないと言った、その前段があります。質問になってないんです。一般質問で本来行われるべき質問の質がないから答弁にならないんです。以上の当たり前の事実を踏まえて質問をしていただくよう重ねてお願いをします。先ほどの山本議員の質問なんですが、
ご自身で参考されたのか、誰かが参考されているのか、わからないんですが、もうちょっと数ーパーしてから、成功してから望んでください。通告文を読んでもですね、日本語として意味がわからんところが多いです。で、冒頭ご自身ちょっとだけおっしゃったんですが、昨日の金井議員の質問を踏まえると、踏まえないんですか。踏まえないんであれば、同じ質問なので、これ以上の答弁はありません。昨日お答えした通りです。市長に申し上げます。これは議員として事前に通告してある内容でありますので、質問に対しては明確な答弁をお願いしたいというふうに思います。今明確に答弁しました。はい、答弁が終わります。はい、山本議員。昨日金井議員の質問と私の質問が重なっとるようには今市長答弁されて意味がよくわからんというようなところを言われたんですが、私は小学校の6年生だろうからかる程度で人事が変えてやったつもりなんですよね。これがわからないこと自体が石破市長は大丈夫なのかなというふうに思うんです。これ書いてあるのを訳しましたらですね、参加にあたるのにですね、秋田方市は来年度向原と吉田町がつながるトンネルができる予定になってますよね。そこに出てそれらで向原駅の 利活用についてこの場で話ができるんじゃないかということを質問しとる。で、市が考えたことが国やら県も相当同席するらしいんで、あ、そうじゃのうということになれば、国の助成制度、県の支援制度、それが得られるんじゃないかということをここへ書いとる。昨日金井議員が質問したんと全く違うな感じだというふうに思うんですが、これがわからんのでしょうか。これについて回答をしていただければ回答してください。山本議員に申し上げます。これ簡潔な質問にお願いしたいと思います。前段がちょっと多いすぎると思います。はい、答弁を求めます。以上、石丸市長。簡潔じゃない質問ですが答弁してほしいですか。いやいや、もうそれで意味が議長が分かったんであればちょっと用意して。私は分かりましたんで。でも簡潔じゃないというのは注意されたじゃないですか。しましたけど。じゃあ簡潔だったのか簡潔じゃなかったのかどっちですか。だから簡潔な質問にしてくださいよと言って。なってなかったでしょ。いや、分からない。質問は質問なんで答弁をお願いいたします。はい、石丸市長。では議長のまとめを踏まえれば、よくわからない質問に答弁させるということですね。よくわからないとは言ってません。あ、じゃあ簡潔じゃない質問に答弁させるんですね。はい、はい、わかりました。潔いですね。今山本議員がなんか小学6年生云々かんぬの根拠がわからんところで批判されたんですが、それは誹謗中傷なのでやめてください。批判とはこう行います。具体的に山本議員の通告文を読めば、一文の中に2回当たりという言葉が出てきます。支持を得る上でも参加にあたり、うんぬんかんぬん、協議会参加にあたっての考えを伺います。ありますと。同じ文の中で、同じ表現が出てくる。中学生の小論文なら原点です。このあたりが日本語としてできていないと私は指摘をしています。単なる感想ではなく事実です。です。これが批判です。誹謗中傷は控えてください。その上で、先ほどここでのやり取り、昨日金井議員が同種の質問をされたので、それを踏まえて違う質問をするのかというふうに尋ねたんです。それが読み取れないとすれば国語力の問題です。なぜならば、その前段で秋田議員はちゃんと前の質問を踏まえて質問されてたというふうに言ってます。なぜその文脈が理解できないんですか。自分の落ち度を人になすりつけないでください。そして金之議員の質問の中で大体のことを話してます。続けてよろしいですか。
いいですよ、続けてください、はい、いいですよ、なんかよくわからない主張されてるので、じゃあ無視します。なので、本来ここですべき質問とは、金行く議員の質問がこうだったと、それに加えて、こういう論点で聞くと、石丸市長、何が違うのかを、石丸市長に申し上げます、はい、質問に対しての答弁をお願いいたします。今しようとしてるんですか。質問では、答弁にはなっていません。質問に対しての答弁をお願いいたします。最後まで聞いてから判断しまっていいですか。言うように前段が長いんですよ。必要な流れは今言ってますね。でなければ、はい、答弁を続けてください。であれば議長、きちんと議事進行してください。整理してくれれば、ますよ、私がここでこれだけ尺を使って弁解する必要がないんです。説明する必要がないんです。他の議員のことを挙げることはいらないじゃないですか。はい、質問を続ける…答弁を続けてください。はい、では整理しながら答弁を続けます。簡潔な質問になってないと議長が指摘する通りです。なので、要点を明確にして私が説明をまずしています。その上、答弁を行おうとしています。これが順序です、説明の。さてさて、なかなかの加工でしたね。印象操作の勉強になります。こういうので、多くの政治家や一般人が切り取られるのでしょうね。もともとは金行議員と秋田議員が昨日同じ質問をしたからそれ以上を答えることができないという石丸さんの主張でした。私は全否定します。そして誰かが考えた小学6年生にもわかる文章が理解できないのは問題だと言われたことに言い返した流れでしたね。それは指摘ではなくて誹謗中傷だと。取材不足さんの動画ではあたかも山本議員が初めて質問したことに石丸さんが理解できずに話を変えたという動画になってましたね。いやはや生の印象操作見させていただきました。勉強になります。多分アンチの方々は通告文なら何度でも答えるべきと言うでしょうが、個人的には昨日他で質問されたのであればそれに加えての質問もしなければ飛ばしますと次へ向かうものじゃないかと思います。政治家は何でも簡単に答える時代は終わったのかもしれません。質問する方もせめて流れを頭に入れて質問しろという形になってくるかもですね。それでアンチは言うのでしょうね。選挙で選ばれたんだから全部説明しろと。現実的じゃないですね。せめて公約くらいは自分で探しましょう。他力本願はもう通用しませんよ。まあ今は秋田方氏は新しい市長になられて新たな門出をしている最中です。どうなるか定期的に見ますね。ただふるさと納税はしませんけど食べ物欲しかったなぁ。皆さんはどう思いましたか。コメントで教えてください。別に取材不足さんのことじゃなくても秋田方氏のふるさと納税や他県のふるさと納税のことでもいいですよ。ぼちぼち岸田さんや国会議員へシフトしていこうと思います。今後ともよろしくお願いいたします。ではまた、終わり。なんだっけ？あ、チャンネル登録と高評価。最近やっと言うようになった。ぜひお願いします。